それじゃあ。はい。どうや。ええ。それじゃあ。私、真島さんに質問があるんですけど、聞いてもいいですか？ん？いいんですか？じゃあ、ついでだし、日頃気になってたこと、いろいろ質問してみようかな。そうですか。じゃあ、真島さんってどういう女の人が好きですか？そうやな。おしとやかで女らしい。へえ。うん。わかったわ。そういうのはもっとちゃんとしたタイミングでお願いしますよ。え？そうですね。私、真島さんに聞いてみたいことたくさんあったんですけど、いざ何でも聞いてもいいよって言われたら、何を聞いたらいいのかど忘れしちゃいました。え？真島さんもど忘れの失敗経験あるんですか？私もよくあります。石鹸に洗剤、ティッシュなんかもそうですね。日頃よく使う日用品だと特に忘れちゃいます。ああ、はい、私たちド忘れコンビですね。真島さんに聞きたいことを思い出しました。ん？真島さんってその結婚してるんですか？え？全然想像つかないです。そうか。そうだったんですか。そのことがずっと気になってたんですよ。もちろんです。それじゃあ結婚の話が出たからついでに聞きたいんですけど、真島さんって結婚願望ってありますか？そうやな。そうですか。真島さん意外といい旦那さんになりそうだなって思いますけど。え？お世辞なんかじゃありません。私は真島さんみたいな旦那さんがいたら毎日幸せに過ごせそうだなって思いますよ。なるほどな。うん？
真島さん。はい。真島さんは私のことをどう思ってますか？え？ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか？そうやな。大事ってどういう？え？真島さん、そこまで私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。でも女の子にどっしり構えてるなんて表現失礼ですよ。いや、わかってますよ。冗談です。お疲れ。